皆さんどうも、今回はですねこの MLB ザショー24で検証の方をねやっていきたいなと思います。何をやるかというと、今回はランナーの追い越しができるのかどうか、これをちょっとねやっていきたいなと思います。まあ一応プロスピとかパワープロだと昔はできたんですよね。最新作ではできなくなってるんですけど、そのあたりがこの MLB ザショーではどうなってんのかというのをちょっとねやっていきたいなと思います。ということで今回の検証方法なんですけど、まずこの限界まで広くした球場を作成しました。これフェンスまで 150m くらいあります。でこの球場を使ってちょっとやっていきます。そしてこのオリジナル選手をね2人用意しました。まず1人目がもうとにかく足の遅い選手、これ一応ミートだけ99にしてあるんですけど、それ以外はもう全部0です。そしてもう1人が逆にめちゃくちゃ足速い選手ですね。スピードなど全て99マックスにしてあります。ということで現在ですねこの1塁ですね、さっきの足遅い選手が今スピード0、この選手がいるんで、でこのバッターの足速い選手でこの全力で走れば追いついて追い越せるんじゃないかということで、ちょっとやっていきたいなと思います。あーいい超えたでしょ。これで追いつくのかどうか、これ外野拾うの時間かかるからね。え、ちょっと待って、全然追いつかないぞ、全然追いついてないぞあれあれ全然距離縮まってないんだけど、本当にスピードゼロだよなこいつ、あれちょっともう一回やります。全然追いつく気配なかったけど、よし、ちょっともうちょいさ緩めようぜ、もうちょい緩めてほしいいやダメだ、全然縮まんないんだけど、0と99でも全然縮まんないわ。もうちょいちょっとなんかさハーフウェイをするような打球打てばいいのかな、これで。いやでも、あ止まってる止まってる、そうこのねちょっとね、あこれいいんじゃない、あ取るかいやでもこれいい、いやこれちょっといい当たりすぎる。あでも緩めてる緩めてる、これ抜けたらでかい、よしよしよし、これいけるぞ、これいける、追いつけ追いつけ追いつけ、いや全然縮まらん全然縮まらん、え、これ本当にさ差ある、スピードの差99と0の差ある。ちょっとですねなんかこの距離が縮まんないのちょっと怪しいなと思って、あの身長を変えてきました。足速い方を背高くして、足遅い方を低くしてます。さっきのちょっと逆にしました。これで変わるかな、足の速さ。わいペアしよう、これでどう、ちっこいなあいつ、あれでも結構あれあ結構縮まってる、結構縮まってない、あれあれこれなんか身長で変わる、これ身長で変わるわ、これこれちょっと新たな発見かもしれない能力がねもちろん変えてないです、身長だけ変えたんですけど、ランナーの速さが変わってる。これもちょっとなんか別の検証になってるけどね、これも多分ね結構いけんじゃない、やっぱほらほらほら全然違う、さっきと全然違うわ、追いつきそう、頑張れば追いつきそう。これであのフライやるか、んどう、いいよいいよ、これいい、よしよしよし、これいける、いけ走れ、追いつけ追いつけ、追い越せ、いけるぞ、いけるいけるいける、迫ってる迫ってる、あ勝手に止まった、今今一瞬止まったわ、今勝手にブレーキかけたわ、あーいい打球、よし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 、これはいい、だったら打球が弱い、打球が弱い、間に合うかこれ、いけ、よし、そのまま、うわやっぱ勝手に止まった、お勝手に進んだ勝手に止まって勝手にまた進み始めた、今やっぱ止まるわ。最後にちょっとね全員操作でもちょっとやっていきたいと思います。ということでまずこいつで出塁、はい、でこれを1塁に置く、でこいつでまた長打打ちますと、よし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 、ここでちょっとランナー一旦戻してからゴーだね、ここでゴー、いけ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 、いやちょっとバッターランナーのスタートが遅いな、いやでもいけそういけそういけそう、これあーやっぱ止まるやっぱ止まるな、い
今のも勝手に止まったわ。ちょっとリプレイで確認していきます。ここね、ここで戻って、あ、いいね、近い近い近い、この距離ね。でここで止まんのよね。これはだからもうやっぱ無理だね、追い越しは。ということで、まあ多分無理かな、このゲーム。他になんかやる方法あるかね。まあ結論としましては、まあ追い越しは無理と。ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。